高橋樹里は日本出身のアイドルであり、韓国のガールズグループロケットパンチのメンバー、女性アイドルグループ AKB48 の元メンバーである。ロケットパンチでの活動名は樹里、茨城県出身。2011年2月20日、AKB48 第12期、研究生オーディションの最終審査に合格する。2012年3月24日、加藤玲奈、 岩田カレン、河江里奈、田野由かの4名と共にチーム4に昇格するが、8月24日に開催された AKB48 in 東京ドーム1830メートルの夢初日公演において、チーム再編に伴うチーム A への移動とチーム4の消滅が発表される。同年11月1日にチーム A に移動し、11月2日から、 チーム A ウェイティング公演のスターティングメンバーとして、新チームでの活動を開始する。2012年5月23日発売のに、スシングル、真夏のサウンズグッドで、初めて AKB48 のシングル表題曲の選抜メンバーになる。2014年2月24日、ZEP ダイバーシティで開催された、AKB48 グループ大祖閣祭り時代は変わる。だけど、 僕らは、前しか向かねえ。において、チーム B への移動が発表され、4月24日に、チーム B に移動する。2014年4月18日放送開始のドラマ、セーラーゾンビで、大和田奈々、河里奈と共に連続ドラマ初主演を果たす。同年の、AKB4837 シングル、選抜総選挙では初ランクインで28位となり、アンダーガールズに選出される。 2015年3月26日、埼玉スーパーアリーナで行われた AKB48 春の単独コンサート直送、未だ修行中においてチーム4への移動及び同チームのキャプテンに就任することが発表される。同年の AKB484 ファーストシングル選抜総選挙では25位となり、2年連続でアンダーガールズに選出される。二千十六年の AKB4845 シングル、選抜総選挙では15位となり、選抜総選挙での初の選抜入りとなる。2017年の AKB4849 シングル、選抜総選挙では11位となり、2年連続で選抜入りする。同会場でスキャンダル対策のために、突然の結婚発表をした NMB48 須藤リリカを強く批判する。 スピーチを行い話題となる。2018年の AKB485 サードシングル世界選抜総選挙では12となり、3年連続で選抜入りを果たすが、目標に掲げていた初の神七入りは逃した。2017年4月に上演されたミュージカル雪のプリンセスにおいて、ミュージカル及び舞台初主演を務め、翌年の2018年2月に上演されたミュージカル 新雪のプリンセスにおいても主演を務めた。2017年12月8日に開催された AKB4812 周年記念公演において発表された祖格人事でチーム4のキャプテンからチーム B のキャプテンに移動することが発表された。2018年6月から8月、韓国のオーディション番組プロデュース48に参加。二千十八年七月十四日には 講談社から初のソロ写真集、高橋樹ファースト写真集曖昧な自分が発売された。2019年2月3日の帰宅時、乗車していた送迎車両が事故に遭い、様子を見るために6日に予定されていた自身の生誕祭公演の開催が延期される。同年3月4日、延期されていた生誕祭公演において AKB48 からの卒業及び 韓国の芸能事務所、ウリームエンターテインメントへ移籍の上で、韓国デビューをすることを発表した。2019年5月2日に行われた、高橋樹里チーム B、シアターの女神公演を、卒業公演とし、5月6日に、パシフィコ横浜で開催された、ノーウェイマン劇場版発売記念大学司会をもって、AKB48 メンバーとしての活動を、終了した。 2019年7月22日、K-POP ガールズグループ、ロケットパンチのメンバーとしてデビューすることが発表された。同年8月7日にミニアルバム、ピンクパンチでデビュー。2021年5月25日、十分な休息と治療が必要とされる状態だと診断されたため、しばらくグループ活動を休止し、治療へ専念することが、ロケットパンチの公式サイトで発表された。 同じ日に大ー,ーチーム4に昇格した河江里奈、岩田カレンが仲の良いメンバーの一人として高橋の名前を挙げている。憧れているメンバーは前田敦子、初代総監督の高橋みなみ、篠田まり子。ステージ上でキラキラ輝ける人になりたいので、3人を目標に頑張っていきたい。将来の夢は女優。セーラー・ゾンビの一部で監督を務めた今泉力也は、 高橋の演技について本読みからの伸びがすごい企画総合演出のインドを一心はちょっと演技が大胆な感じがいいですよね思い切りよくやるという感じが初めての演技なのにすごくうまいと評価しているチーム A 在籍時のキャプテンで2代目総監督でもある横山優衣が手塩にかけて育てたメンバーの一人であり年齢の割に落ち着いているその次々体制では チーム4キャプテンを任されるまでに成長し、2015年頃からは後輩メンバーのまとめ役を務めるようになり、一部では同時期に高橋みなみが公認の AKB48 グループ総監督に指名した横山のさらに公認者を意味する直々総監督と呼ばれた。ただし、高橋樹自身が総監督就任を希望していなかったこともあり、2018年12月、 横山の公認には、自ら立候補した、向井事業が就任することが決定したが、高橋みなみや横山の期待通り、AKB48 を卒業するまで組閣を経て、チーム4とチーム B でキャプテンを務め上げることとなった。MC に定評があり、2015年のリクエストアワーでの高橋の MC を見た、総合プロデューサーの秋元康氏は、全公演通じての MVP に、 高橋を挙げている。また、それ以来コンサートの台本で、高橋の名前が載るようになったとのこと。河合里奈とは、お互いに、仲が良いメンバー、気が合うメンバーにあげる間柄。また、姉妹みたいと言われることもある。兄弟曲カップリング曲プロデュース48、名義プロデュース48名義パチスロ、AKB48 勝利の女神チーム A6 ス、ステージ。 目撃者チーム K6 ス,ステージ、リセットチーム B5 ス,ステージ、シアターの女神チーム41ショートトーンステージ、僕の太陽、篠田チーム A ウェイティング公演横山チーム A、ウェイティング公演、倉持チーム B、パジャマドライブ公演、田中正宏、僕がここにいる理由公演、高橋樹里チーム4、夢を死なせるわけにいかない公演。ありがとうございます。